今日は5月20日に発表されたサッカー日本代表について6月の代表活動のポイントをなるべくコンパクトにお伝えしたいと思います。ポイントは3つです。1、本大会まで実はあと半年しかない。2、大迫不在、穴を埋めるのは誰だ。3、伊藤洋輝選手が初招集、ディフェンダー増強へ。順番に見ていきましょう。日本代表が本大会が始まるまでに直前の練習試合などを除いて試合を組めるのは6月の4試合と9月の2試合だけです。7月に東アジアの中国、韓国、香港の3チームと対戦する E1 選手権という大会があるんですけれども、この大会には日程の都合で海外のクラブから選手を招集することが原則できません。海外のクラブから選手を招集できる日というのがあらかじめ決まっているんですけれども、この7月にはその日が設定されていないんですね。ですから本大会のメンバーを決めるための選考サバイバルとして6月の4試合は非常に重要な意味があります。6月に行われる試合というのは2日パラグアイ代表戦、6日ブラジル代表戦、10日ガーナ代表戦、そして14日まだ対戦国はトーナメント形式の大会キリンカップでの試合のためまだ決まっていないんですけれども、ここにもう1試合設定されています。4度目の本大会出場を目指すディフェンダー、左サイドバックのですね、長友選手もサバイバルが始まるので東京の代表としてしっかり自分をアピールし日本代表に貢献できるよう頑張りますと所属クラブの FC 東京を通じてコメントしています。これまでの最終予選はどうしてもチームが勝つか負けるか結果が一番重視されます。これからの半年間は各選手個々のパフォーマンスやチームの引き出しをどれぐらい増やせるか、それに貢献できる選手は誰かといった点が注目されます。このところ6月の4試合注目してみてください。長年日本のセンターフォワードを務めてきている大迫勇也選手が今回は選出されませんでした。森保監督はコンディション的には 100% ではないということを聞いていますと20日の会見で説明していました。21日の湘南戦のメンバーからも大迫選手は外れています。大迫選手は最も相手ゴールに近い位置で体を張ってパスを受けたりシュートを決めることを役割にしているセンターフォワードというポジションの選手です。サッカー用語ではボールが収まる選手などと言ったりもするんですが、相手のゴール近くになると守備の選手がすごく必死に守ってきます。当たり前なんですけど当たりも強くなります。そこでボールをキープできたりしっかりと自分のボールにしてから、味方選手にパスできるような選手がいると、他の選手ですね、例えば自陣から上がっていって攻撃に参加する選手なんかはとても助かるわけです。こうした得点以外の貢献度が高いと言われるのは、こういったプレーが大迫選手が優れているからでした。でそうした中で代わっての出場が期待される選手ですね、その中の一人が古橋亨梧選手です。古橋選手はスコットランドの名門チームセルティックで、去年の夏から今年の5月までの今シーズンリーグ戦で12得点を挙げました。リーグの得点王が13得点でしたから高水準の成績と言えるでしょうし、あとは負傷などもあってですね、20試合しか今季は出場できていない中での数字ですから、得点能力の高さ、伺えると思います。一番の魅力はやっぱりその今挙げた得点能力になると思います。相手選手の背後を取るタイミングが絶妙で一瞬でトップスピードに乗ることができるため、守っている選手を引き離してシュートを打つことができます。さらにそのシュートを打つ技術も高いので得点を量産しているというわけですね。こうした得点能力の高さを古橋選手がどのように日本代表で改めて生かしてくれるのかというところも見どころかなと思います。他には鹿島の上田綺世選手ですとか、古橋選手と同じセルティックでプレーしている前田大然選手にも注目です。今度はディフェンスの方にも目を向けてみましょう。日本代表の守備の要は主将の吉田麻也選手、あとはイングランドのアーセナルで活躍する冨安健洋選手が主力選手として見られていました。あとは谷口翔吾選手、板倉浩選手らも、名前が挙がっていますが、今回は冨安選手招集はされているんですけれどもコンディションに不安を抱えています。16日のニューカッスルとのリーグ戦で、負傷交代したと
ということがありました。森保監督も20日の会見で代表チームで確認したいと、間近に冨安選手の状況を見て、それでチェックをしたいという考えを示していました。その上でメディカルの判断に従ってやっていきたいと、慎重な姿勢を示しています。今回招集されたですね、伊藤洋輝選手は初招集ということで、注目されているんですけれども、ドイツのシュツットガルトというチームでプレーしています。日本代表の主力選手である遠藤航選手とはチームメートになりますね。でドイツは夏から、初夏5月ぐらいにかけて年をまたいでワンシーズン行われるんですけれども、21年、22年のシーズンに井端から期限付き移籍を伊藤洋輝選手はしました。その中で29試合に出場して、定位置を確保したという選手です。最終節にですね、遠藤選手のコーナーキックからのダイビングヘッドでチームシュツットガルトは一部残留を決めたんですけれども、その前にボールに触ってゴールをアシストしたのも伊藤選手でした。身長は20日の代表発表時に日本協会が出した資料によると186センチ78キロと、日本選手としてはかなり恵まれた部類に入る体格でですね、足元の技術もあって、森保監督も守備のところで屈強な相手を止めながらも攻撃では彼の良さを出してチームの攻撃の起点となる選手として活躍していたと高く評価しています。守備の選手はなかなかドラスティックに起用法が変わるっていうことが少ないので、6月の4試合でどこまで出番があるかというのは未知数なんですが、攻撃だけではなく守備でも選手層を厚くする選手の台頭に期待したいところです。今挙げた3点以外にもですね、鎌田選手と堂安選手がどれぐらいアピールできるか、チームとして新しい戦術を試すのかといったところが注目ポイントになります。とにかく残り半年しか本大会までありません。各選手のプレーぶり、アピールぶりを注目してみてください。それでは今回の動画はここまでです。サッカーもですね、担当記者が一生懸命取材してですね、情報をお届けしてまいります。新聞やネットでの記事を読んでいただけるととても嬉しいです。またよろしかったらチャンネル登録、高評価、通知設定をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。